ガリュー放送部のリズム&ビート。はい、今日も元気でやってまいりました。はい、やってまいりました。はい、はい、なんか雨がすごいですね。雨すごいですよ。なんか予報見たんですが、はいはい、8時ぐらいまでね、まだこれから雨が強くなるようなことを言ってたので、はいはい、そうですね。あのね、今までね、うん、あの河川がなんですか、水かさが増したりとか、ね、うんうん、はい、大雨分ずっと続いていたんで、うん、そうですね、もうね、これは危ないです。皆さん、うん、ぜひお気をつけください、はいはい、今皆さん帰宅中でしょうからね。そうですね、ちょうど危ない。いや、それにしても最近雨がね、はい、そうですね、激しいんですよ。激しいですね、うんうんうん、もう我らあの竹内兄弟はですね、うん、はいはいはい、あの消防団やってました。そうですね、空中士、うん、消防団ですからね。そうです、はい、そうです、はい、そうなのであのもうね、やっぱり出動かかりまして、はい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 、もうね、この土砂崩れ、皆さん、うん、見たことないですか、土砂崩れとかね、崩れたところ、うん、ブルーシートを覆ってるじゃないですか。あれ結構ね、割と消防団やってたりするんですね。あ、そうなんですね。やりました、うんうんうん、今回もやりましたよ、結構 ね、はい、室計町も大小合わせて、うん、あの20箇所ぐらいは、うん、多分崩れてまして、その中のかなり激しいところ、何箇所か、うんうんうん、あのブルーシートね、そうです、かけたんですが、僕もですね、はい、あの室計にね、かからせてもらう機会が、はい、ありましてですね、うんうんうん、その時にやっぱりブルーシートをちゃんとこう綺麗に貼ってあるのを見ましたね、うん、それ僕がやりました。ご苦労様でした。ということでね、はい、まあ、これからまだ明日も今日晩とか、いや、当分降るんじゃないですかね、降りますんで、うん、まあ、2ミリ3ミリとか書いてあったんですけど、はいはい、あのね、急に強くなったりとかですね、あるんで、はい、もうね、こう川にちょっと見に行ってみようやとかね、もうそれはちょっと、まあ、やめましょう皆さん、うんうん、十分に気をつけて、気をつけてください。そして元気でね、また明日も頑張りましょうということで、うん、頑張りましょう、はい、はい、はい、それではまず今日頑張りましょう、いきます、はい、ガリュー放送部のリズム&ビートは、ガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを、はい、皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうという番組になります。この番組はエコロジーをテーマに、地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと、福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたします、うん、私が我流代表で和太鼓を打っております竹内隆です。好きなキノコといえば、はい、舞茸でございます、はい、来た、はい、そして私がドラムの河本俊介と申します。よろしくお願いします。好きなキノコといえば、うん、エリンギ。あ、いいですね、はい、ね、うん、はい、いいですね、はい、ガリューで大太鼓を叩いてます竹内ひろきです、はい、好きなキノコはワンナップキノコです。ちょっと待って、はい、はい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 、ワンナップキノコ、はい、っていうのはあれでしょ、はい、でででででででってやつでしょ。ありますね、うん、あれでも多分ね、はい、あの架空のものですね。あ、そうなんですか。フィクションフィクションかな。できるだけ早めに撮ろうと思ってたんですけどね。ポエンポエンってやつね。まあもしもね、どこかね、スーパーでワンナップキノコがあればいいんじゃないかなと思うんですが、はい、なぜねキノコかと言いますと、はいはい、やっぱこうジメジメね、そうジメジメしてるんですよ、ジメジメしてますね、はいはい、このジメジメを吹き飛ばそうということでね、うん、みんなで考えていっていただけたらと思います、うん、そうですね、はい、ではでは、うん、本日のメールファックス募集のテーマを大発表お願いします。本日のテーマはドゥルルじゃん、梅雨のジメジメエピソードということでございます。メールはアルファベットすべて小文字で、はい、gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリューフェイスブックページでも受け付けておりますので、フェイスブックでガリューと検索お願いします。お願いしま す, お願いします。今ポンポンと言ってもらえても全然読めますんで、ね、読みます、うん、読みます、はい、早速来てます。あ、来てますか。ありがとうございます。おやつ大好きさんから来てます。はい、ありがとうございます。ありがとう。学校でプールができないので、うん、とても悲しかったです、はい、あ、次は晴れてほしいです、うん、そうですね、はい、そうなんですよ。ちょうどねプール開きしてるんでしょう、うん、あ、そうですね、あ、してるけどね、うんうんうん、もう雨が続くとね、なかなかね、どうしても投げないということ。だいたいこう、うん、プール開きの時は寒いですよね、うん、寒い、まだ寒いんですよね。モロケのプール開きはう、うん、そうか、はい、とても寒い、とても寒いです、 そうですね、はい、確か今日だってモロケ僕の車で19度でしたからね、はいはい、寒いですよね、まだ、うん、もうあれはね寒中水泳のね入りますよ。そうなんですね、はい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 、カビルンルンさんから来てます、はい、ありがとうございます。こんばんは、いつも楽しみにしてます。
先日の大雨ではいろんな場所で大変なことになっていました ね、 大変でしたね。ガリューの皆様は影響なかったですか、うん、6月ももうすぐ終わりますが、はい、早く梅雨が明けないかなと思います。あ、梅雨のジメジメエピソードといえば、はい、窓際のぬいぐるみになんと、うん、カビが生えていました。先週の話です。すごく悲しかったです。悲しい、ね、低気圧の影響で頭痛が出たり気分もジメジメしちゃうので、うん、ガリューの曲でテンション上げていきたいです。イエイエイエイ。そうそう、ね、ちょうど僕らもあのこの前ね、あの合宿をね冬のメンバーとしたんですが、はいはい、その気圧の影響でね、はい、なんかあのタクのタクさんがですね、山田拓さん、うん、ずっと頭痛い頭痛い言ってましたですね。顔真っ赤っかになってなんかこうなんか目尻の方押さえたりこめかみ押さえたりしてもう全然良くならんっていう全然集中してなかったですね。いやもう拓さんはね、あの、はい、体がね繊細なんで、はいはい、そこは気をつけてね、気をつけ て風邪ひかないように、うんはいうん、思いますが、はい、あそうそう、はい、カビが生えてた、ね、カビが生えてたんですよ、ぬいぐるみに、ぬいぐるみに、はい、あもう前回からね僕はもう、はい強くね言いたいんですけど、うんはいはい、カビが生えたらあの練りわさびを溶いた水でその話ですね。そうです。まずね洗面器かバケツを用意します、うん、で水を溜めて、はいはい、練りわさびをにーって出し て、 出してでそのカビの生えたぬいぐるみをね浸してください。大丈夫かなそれってそれ大丈夫かな。前回も聞いたかもしれないですけど、はい、それはあのドラムでいうハードウェアにでも使えますかね。使えますよ。ちゃんと空吹きすれば多分、はい、はい、皆さん多分大丈夫です。多分大丈夫多分です、ね、僕はですね、はい、あのねガレージ、うん、僕山の上の方に住んでるんですけど、うん、ガレージだけちょっとあの車庫だけちょっと低いところがありましたですね。 そうよね、そこにちょっと上がってきてましてですね、はいはい、うん、ちょっとこう乾いたらちょっとわーっとこう掃除しないといけないな、うん、まだ水が入ってくる入ってくるんですよ。ああそうかそうか、うん、ねえだんだ ん、 だ ん、 だん結構ありましたもんね。ありますあの浸水とかね、うん、福山もね、うんうん、何か所かありますね。気をつけんといかんですよ、はいうん、そうですね、はい、はい、小人さんから来てます、はいはい、ありがとうございます。梅雨の時期のジメジメ、うん、洗濯が乾かないので、うん、とってもストレスです、うん、梅雨の時期のエピソードありますよ、はい、学生時代片思いの人に彼女ができたことが発覚し、うん、傘を持っていたけれど傘も差さずにびしょ濡れで空を見上げていました、はい、今思い出しても青春を感じます。学生っていい、はい、戻りたいこんな雨の日はガリューの天地師匠を聞きまくります。ガリューさん大好きって来てます。なるほどね、はい、なんかね、はい、はい、ありますか。学生の頃ですね。お来た俊さん。いやいや違う違う、そんな期待されても困るんですけど、はい、なんかこう自転車とかでね、はい、走ってて、うんうん、雨降ってくるじゃないですか、はい、なんか雨に濡れたい気分ってなかったです。あー、わかります、わかります。なんかなるほど、傘もあるんですけど、はい、なんか刺さずにね、うん、なんか濡れたまま帰りたいみたいな、うん、ことが僕はありましたけどね、うん、皆さんありました、うん、そんなこと。いや僕もバイクだったんでね、うん、はい、はい、もうこのびしょびしょになって、はい、あれじゃないですか、もうこう、うん、メットインの中はこう涙なのか雨なのかみたいな、泣いとったんかい泣いとったんですね。そんなこともあったかもしれないですね。いいかな、いいです、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、メールありがとうございます。はい、それでは続いてのコーナーいきましょう、うん、おいでよ街の有名人ビンゴ大躍進。地域で活躍する町の有名人をご招待してみんなでビンゴを大躍進させようというコーナーです。本日のゲストは瀬戸内のちりめんいりこと友の浦健ちゃんのいりこやひさみんこと代表の久光智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、それではまず自己紹介をお願いします。はい、はい、友の浦というところで、はい、はい、いりこ屋をしています、うん、はい、けんちゃんのいりこ屋といういりこ屋なんですけども、はい、はい、そこの代表をしております。はい、フェイスブックとかではですね、はい、ひさみんっていう風に呼ばれています。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、早速ですが、うん、もうひさみんさんと呼ばせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ぜひそのように呼んでください。はい、お願いします。お願いします。実はですね、ひさみんさんに早速ですね、あのチーチーイカとね、はい、あとジャコマンっていうのをいただきまして、ありがとうございます、うん、あの実は僕はね、もうスルメイカが大好きというか、ね、そうですね、はい、はい、うん、もういつもあのこうやって公言してるんですが、はい、その公言して、はい、ついに今日、はい、ついにその成果が
チーチーかという形で現れましてありがとうございます、はい、こちらねパソコンでご覧いただいてる方は分かると思うんですけども、はいはい、映像でも、ね、映像でもチーチーかが出てます、はい、チーチーかっていうのはこう何センチぐらいですかね、これ何センチですね、10センチ5センチから10センチ、はい、ちょっと新物なので小さめですけ ど、 なるほど、はい、大きいのも小さいのもあります、ね、なるほど、今の時期は少しまあ小さめで、うん、まあ、10センチぐらいかなっていう感じなんですが、その小さいかタイプのね、タイプで小さい種類のまあイカ、そのイカのまあこの乾物というんですかね、うん、はい、なんですが、あの先ほどねいただいたんですけど、はいはい、中にねこう墨とかね、まあ、お腹の中っていうんですか、はい、そういうのも、うん、あのすごいねなんかクリーミーな感じで、うん、はいはい、甘くて、うん、美味しかったんですが、ちなみに皆さんイカは頭と足どっちから食べる派ですか？しおさんは？僕は足からでしたね、はい、僕はあの頭から丸ごと食べますね。丸ごと派ですね。ひさみんさんはどちらなんですか？ひさみんさんはですね、はい、顎が弱いんでね。まさかのですけどね、はい、まあ、頭からですね、あ、素晴らしい、はい、僕も頭からと思ってたんですけど、うん、いただいた時パッと足から食べました、ね、足でしたね、足です、はい、なるほど、はい、でも今このチーチーが大人気ということで、はい、うん、はい、こちらですね、どういうなんかエピソードというかねあるんですかね。エピソードですか。はい、なんか元々、はい、あまりこうチーチーカーはなかったというか。そうですね。はい、元々はあまり売ってるお店少なかったんですけれども、うんうん、はい、ちょっとね売ってみようかなっていうので、はい、もう15年から20年ぐらい前に売り出したのが初めてで、はい、うん、はい、そこから結構もうポピュラーになってきましたね。はい、僕もなんかなんかおばあちゃんとかにね、うん、なんかこう食べさせてもらったことはありますね。すごい美味しかったです、うん、はい、なるほど。であとはですね、実はこれも前もって聞いてたんですけど、はいはい、ひさみんさんのひさみんポーズというのが、はい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 、何ですかそれは。何ですか、教えてください。大流行だということで、マジですか、はい、ちょっとせっかくなんでね、はい、我々ガリューとか、うん、はいはい、皆さんちょっとレクチャーしていただけたらなと思うんですけど、もともとはですね、はい、ちょっと写真を撮るときにちょっと太ってきて肉顎を隠したいなと思ってこうしたのが始まりでして、はいはい、それからこう毎回やってると、はい、いつの間にか、まあ、ヒサミンポーズという呼ばれるようになりまして、こう顎の下にですか、そうですね、こうお花のように、はい、そうですね、はい、手首と手首をひっつけてこうお花のようにする感じですよね、うんうん、はい、なるほど、このヒサミンポーズね、はい、はい、皆さんも今伝わらないですけど、みんなやってますよね、はい、ちょっとやってみてくださいね、はい、そうでこれですね、はい、ちょっと疑惑なんですけど、はい、これちょっと言っていいのかどうか、はい、言いますけど、はいはい、言ってください。最近ですね、はい、うん、FM 福山の田中局長さんのプロフィールがですね、はいはい、ヒサミンポーズに、ポーズに、すいません、我々ガリューはですね、はい、まだまだ新参者なんで、はい、それについては何も言えない。すいません、今の分かってくる、はい、生放送で、はい、お届けさせていただいてますが、はい、あとはですね、友の浦が今ねすごい暑いということで、そうですね、なんかまあ、うんうん、ずっと話題に上ってるんですけど、今ね玉木宏さんのね、うん、映画のロケ地になっているということです、うん、はい、こちら、玉木宏さんとかお会いになられましたか？はい、ちょっとの差で会うことができなかったんですけれども、はい、あらららら、はい、うちの母がですね、お店の看板娘、はい、83歳の母なんですけども、うんうん、お元気ですね、はい、会いまして、うん、はい、テレビのロケとかでもねお話しさせていただいて、すごい、はい、でしたお店に来られたんですか？はい、店に来られまして、うん、はい、で、はい、いろいろ試食をされて、はい、でこのジャコマンっていう、あ、ジャコマン来ましたね、来ましたジャコマン、はい、それを目に、それが目に留まって、ジャコマンですね、まんじゅうなのにジャコが入ってるって言って、はい、玉木宏さんがちょっとかっこいい感じで言われましたね、うん、なるほど、かっこいい感じで、なるほど、かっこいい感じで食べられまして、はい、はい、ではガリもちょっとかっこいい感じで、かっこいい感じでさせていただきます、ちょっと皆さんお召し上がりください、いただきます、どうぞどうぞ、
え、竹内さんはもう僕ちょっといただいたんですが、うん、じゃこまんって言ってもあのなんかイメージでね肉まんみたいな感じかなと思われるかもしれないですけど、うんうん、あの、うん、あんこのねおまんじゅうですよね。そうですね。なんか美味しい。はい、うん、はい、どんな ごまも効いてます。そうです、ね、ごまも入れてます、うんうん、はい、で生地にあのちりめんをね刻んで、うん、練り込んでます。はい、うんうんうん、なんかこう手包みで、優しく、すごいですね。手包みで作っていただいて、なんか塩味も効いててね、うん、はい、美味しいです。ぜひね、皆さんあのこれね、あの鞆の浦にね行かれた時はぜひですね、やっていただけたらなと。うん、あの常夜灯のすぐ近くの路地にお店があるということで、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、あのやっていただけたらと思います。あのホームページもありますので、はい、興味ねあの持たれた方は後で調べていただけたらと思います。はい、はい、それではそろそろお友達をご紹介していただけますでしょうか。はい、友達はですね、はい、あの私のちょっとお友達で、うん、昔からあるの門中村というあの老舗のブティックなんですけれども、はいはい、ご夫婦でされてるんですけれども、はい、そちら の, あの代表されてるあの中村光一さんですね、はい、光一さんと呼ばれてます。光一さんですか。はい、こういったあの洋服とかアクセサリーを、はいはい、これもそうなんですけ ど、はい、そうなんですか。はい、はい、ではもうそのね我流とは全然まあ分からないジャンルなんですけど、はい、はい、あのお話できるの楽しみにしております。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは最後にビンゴ大躍進のための一言お願いします。はい、ちょっと書いてきました。お、はい、瀬戸内鞆の浦か鞆の浦から噛みました。大丈夫です。はい、大丈夫、はいはい、ビンゴを元気にしていきます。はい、なるほど。ビンゴから日本で世界へ、はい、広がっていけれるように。素晴らしいです。はい、はい、みんなでね、はい、そうやって元気にしていきたらと思います。はい、本日の有名人は瀬戸内のちりめんいりこ鞆の浦けんちゃんのいりこ屋代表のひさみんこと久光智子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではガリューでガリューファーストアルバムガリューからかを聞いていただきましょう。ライブ情報です。7月9日土曜日三原浴衣祭り、出演時間は19時30分から、場所は三原 駅前市民広場。7月18日月曜日スタヤブックストア重信。7月24日日曜日ビンゴ国府祭り。7月29日金曜日スタヤ府中高木店、スタヤ松永店。7月30日土曜日スタヤ新街店、スタヤ笠岡富岡店。7月31日日曜日蔦屋ロックタウン周南店。いずれのイベントも観覧無料です。無料です。舞台詳細はガリューホームページに掲載しております。はい、はい、ということでいよいよね、うん、あのはい、ガリューの CD DVD の発売日も迫ってまいりまして、蔦屋、うん、はい、さんのねインストアライブツアーっていうのを、ね、うん、この7月8月、はい、しますよ。もう中国地方四国まで行くんですかね。四国行きますね。ありますんで、うん、はい、ぜひぜひお越しいただけたらと思います。はい、メール来てます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんに来てますね。あ、たくさん。友果鈴香さんからです。はい、日曜日たくさんが参加したチャリティーライブに行きました。ねむかかさんの机作ろうを生で聞いて、子供たちが早速歌っています。たくさんのお話も楽しかったです。うん、祭り特集またしてください。それとしゅんさんと意外なところでお会いできたり、はいはいはい、リンクでも見つけました。あ、うん、こだわりの音楽たくさんこれからも教えてください。7月はライブがたくさんあるので今からとても楽しみです。 DVD も CD もとってもとっても楽しみにしてます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それではたくさん、たくさん、うん、はい、一言メッセージお願いします。はい、これからも福山と盛り上げていきたいと思います。噛んでるやん。はい、じゃあ噛みました。なんて言った今。はい、じゃあ続いていきます。はい、はい、ありがとうございます。ラジオネームライトラジオくん。おお。こんばんは。
こんばんは。梅雨のジメジメエピソードは、うん、思いつかない。いいです。いいか。傘も梅雨も雨も大嫌いだーって来てますよ。はいはいはい。なるほどね。いいんですもん。勢いで行きましょう。勢いで行きますよ。はい。エイサー大好きさんから来てます。はい。ジメジメの時は暑いのですが、うん、仕事を頑張っています。うん。ジメジメ暑いと思いますが、竹内さん兄弟も消防団頑張ってくださいって来てますよ、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。なかなかやっぱジメジメエピソードって難しいってことですかね、難しいんですかね。そうなんですよね、うん、やっぱりでも皆さんそんな中でね、はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。まあガリューもね、うん、あの稽古場とか、うん、トラックとかね、はい、いや実は昔はね稽古場もトラックも雨漏りしててね、うん、そうですね、そう大変だったんですよ。初代トラックですね、はい、初代トラックは、うん、もう外に止めるときはブルーシートかけてましたね、うん、そうですね、そうでしたね、はい。でもまあこの10年でなんとかなんとか楽器のね面倒も見れるようになって、はいはい、まあ、この梅雨をねみんなで元気よく乗り越えていきましょう、はいはい、では次回のメールテーマは七夕の願い事です、うん、メールはアルファベットすべて小文字で gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリューフェイスブックページでも受け付けておりますので、フェイスブックでガリューと検索お願いします。お願いします。はい、七夕の願い事ということですが、そうですね、はい、ですね、もうしゅんさん、ね、うんうん、七夕といえばやっぱりしゅんさんかなって思うんです。無茶ぶりしますね。でもねやっぱり、ね、願い事、七夕って、はい、なかなか晴れないんでしょ。そうですね、梅雨ですから、ね、梅雨ですもんね、うん、年1回いいですもんね。私はもう今願います、はい、お晴れてほしいです。うわ、はい、みんなのことを思って、はい、織姫とね彦星が、ね、はい、天の川を、ね、いいなと、うん、そう思ってるわけですよ。しゅんさんが、しゅんさんと代表が代表がひろきさんは、僕ですか、うん、やっぱ自分 の、うん、あの大太鼓を買いたいなと思って、あらら、それがこう買いたいあの空から降ってこないかなと。いやいやいや、それを、ね、願い事する、はい、降ってこい降ってこい願います。まあね、大太鼓がね、はい、欲しいんですね、欲しいんです、欲しいんです、はい、分かりました。それは、はい、あのガリュー中でね、はい、ちょっと話し合い、はい、話し合ってからさせていただけたらと思います。はい、はいはい、ではでは、来週もねたくさんのメールファックスお待ちしております。皆さん十分にお気をつけください。はい、そろそろ時間になりました。はい、ガリュー放送部のリズム&ビート、この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたしました。次回は来週7月4日のこの時間、月曜日の19時30分にお会いしましょう。ガリュー放送部のリズム&ビート、皆さんお疲れ様です。七夕